ていきましょう。野獣と美女対オルカの試合です。稼働ファイター。さあ両チームミラー対決となっております。まずステータスご紹介していきます。野獣と美女、1番奥川鍋選手4321、そして真ん中リー選手1135、一番手前ココア選手5221といったステータスとなっております。対するオルカ、一番奥川光一選手5221、真ん中白黒選手1135、手前米選手4321といったステータスとなっております。さあまずはオルカが先制点と言います。シールドをうまく張って対応してきますが、対角から米選手が取る。さあ残り時間は半分を経過している。シールドの枚数は若干オルカが1枚有利ですが、ここでうまくですね、2枚リー選手が張った2枚のシールドをしっかり白黒選手がですね張らずに耐えて1枚有利といった形ですね。さあ残り時間は20秒、オルカが2点のリードです。さあ勝ち逃げに持っていきたいこの白黒選手のシールド、最後は両展開、残り時間は10秒。野獣と美女側もう1点は取る。さあと1点取り切れるか、光一選手も取っていく。さあここで試合終了、1対3オルカの勝利です。